皆さん、お久しぶりです。今日は久しぶりに天気がいいので庭で遊んでみようと思います。前回紹介した野池の素を入れてから1ヶ月が経過しました。ご覧の通り水は輝き、魚たちは超お元気です。さて、今日のお題は金魚皿で盆栽を作りたいと思います。このお皿は前に購入し放置気味でしたね。とても素敵なお皿なので、アイディアを振り絞って役立ててください。期待していますよ。え、穴開けちゃうの？ここで割れたら即死で爆笑ですね。期待しています。なるほど、水抜きの穴と植物を針金で固定する穴を開けたんですね。何でも挑戦です。失敗は成功のもとって言いますから。なんとなく青水っぽいですが、池の水ですか？栄養がありそうな水でいいですね。植え替えの時期的にどうなんですかね。心配ですが、もう手遅れなので勢いでいっちゃいましょう。植物の向きとバランスは大事ですよ。ここでやっと固定するのですね。なるほど、これでしっかり形になりますね。ついでに
カメラもしっかり固定してください。ブレブレです。苔はこれでもかというくらい押し付けてください。あら、このカメラの位置はいいですね。よく見えます。職人みたいですね。